回さ、うん、なんか人を笑顔にするようなことをしたいなと思ってて、すごいざっくばらんなんだけど、人を笑顔にする、そうそう、あれじゃない、うん、お母さんが作ってくれた料理だからね、今こう大人になっちゃって食べれないから、お母さんが、まあおばあちゃんでもいいしさ、まあ、それを、うん、なんか再現するみたいな、そうだね、それだったらみんな思い出があるし、うん、はいはいはい、いいんじゃない、やっちゃいましょうか、いいね、いいかな、いける、それで OK、やっちゃおう、頑張ろう、いい、はい、うち実家散髪屋だったんですけど、まあ、営業って忙しいから手の込んだ料理とか無理じゃないですか、だから家族でやってもらいました。で、月曜日が休みなんですけど、月曜日の夜だけはちょっと豪華みたいな、で、月曜日の料理って本当も僕の好きな料理ばっかりなんだけど、中でも一番好きだったのはチューリップっていう、なんかあの鶏の手羽先、手羽元、あれ肉をキューってやるとこうチューリップみたいな形にしたやつ、あれが出てきてもうほんと大好きだったですね。あー、ほんとおばあちゃんっ子でしたね、すごい大好きで、一緒によく寝てましたので、ね、朝の保育園行くために準備するじゃないですか、行こうと思ったらおばあちゃんが赤色、今日は大阪市に行くでーすねいきなり連れてってくれるんですよ、ほんとまあ大好きだったですね。人を笑顔にする企画、もう料理を通じてしか、まあ、自分の職業ができないから、まあ、そこに携われるというのはとてもいいことで、だからこれから、まあ、ちょっと考えることはいろいろあるけどやっていきましょうとか。チューリップは手羽元を、特殊な切り方で、花のようにして形作るんですけど、味がどうしてもお店の味じゃなくてお母さんの、おばあちゃんの味なので、そこのしょ、濃さ、しょっぱさとか薄さとかいろんな部分をちょっと試作しながらこれからやっていきたいと思います。行こう、いいんじゃないか、これ、うん、どう、普通にうまいよ、これおばあちゃんまさかこんな感じでしょ、おばあちゃんこんな感じだね、ちょっとしょっぱいぐらい、うん、本物の味知らないけどでも美味しい、普通にこれ、うん、
ではチューリップ完成しましたので食べてみてください。いただきます。形ですよね、チューリップですよね。はい、いただきます。どうですか。これです。ありがとうございます。この味です。やった、おいしい。この味、はい、外で出会えたことないんですけど。あ、ありがとうございます。ギュッとこう、なる感じで。そうですね、肉汁がすごい、もうジューシーで。そうですね、やっぱね、閉じ込める、まさにこの味な。はい、よかった、ありがとうございます。いいね、止まんない。ありがとうございます。あ、美味しい。懐かしいですね。あ、いいですね。懐かしい、嬉しいですね。本当、思い出しますね。味の濃さも大丈夫ですか。うん、バッチリ。あ、よかった。バッチリ。ありがとうございます。ありがとうございました。いえ、おめでとうございました。ありがとうございます。本当美味しかったです。あの味そのまんまでしたし、まあ、自分で作ろうと思ってもやっぱりあの味出なかったし、あと外でもね、出会ったことない味だったんで、それがあんな風に再現されてるってことのすごい驚きだし、本当に美味しかったんで、みんなに食べてもらいたいし、僕も通っちゃいますね。いやー、こうね、家庭の味ということで、逆に難しい。味付けもね、多分時間かけない方がいいな。下味付けるのもそんなにこうじっくりやらないでやったけどね。いやー、ほんとよかったわ、ね。まあ、喜んでくれるのはやっぱ嬉しいよね。いや、もう悩んだ甲斐がありました。おー、来た。こちらが噂のチューリップです。イエーイ。すごい、何これ。これね、うちのおばあちゃんが昔作ってくれたその味をそのまんまテラス屋さんが再現してくれたんです。すごい、ありがとうございます。出ました、飲めそう。はい、いただきます。ちょっと違うっすよ、うん、うまい。というわけで、こう、うまっ。いただきます。似合いますね。やばい、おばちゃん出てきました。おばちゃん出てきました。泣きそうっす。うまい、似てますか、味。